坂本栄遺跡は、都城市の西部、横市川のほとりにあります。平成12年の発掘調査で、弥生時代から江戸時代まで続く水田の跡が発見されました。一番古い水田は、一緒に出てきた土器などから、縄文時代から弥生時代に移り変わる頃に作られていた水田と考えられます。この発見により、北部九州と同じ頃、都城でも米作りが始まっていたことが分かってきました。坂本栄遺跡で発見された農具などの一部は、都城歴史資料館企画展、絵本、都城の歴史の世界でも展示しています。